積んだもんなのだ。今年もよろしくなのだ。ナコです。今年もよろしくお願いします。新年最初の動画は泡盛クイズを出題するのだ。クイズは全部で20問。問題が出てから答えが出るまでは10秒間になるよ。それでは泡盛クイズを始めるのだ。第1問。泡盛の名前の由来にはいくつか説があるのだけど、次のうち間違いはどれでしょうか。泡説、泡説、中国語説、薩摩藩説。間違いは3番の中国語説になるのだ。4つの説があり、中国語説ではなくてサンスクリット語説になるよ。この動画で詳しい解説をしているので、間違った人はこの動画を見て復習してほしいのだ。第2問、泡盛の主原料は次のうちどれでしょうか。紅芋、米、麦、サトウキビ。正解は2番の米になるのだ。これは簡単だね。お米についてはこの動画で説明しているよ。第3問、泡盛は体に良いと言われていますが、次のうち違うものはどれでしょう。脂質ゼロ、糖質ゼロ、カロリーゼロ、プリン体ゼロ。間違いは3番のカロリーゼロになるのだ。泡盛は体に良いんだよね。この動画でズンナモンが説明しているよ。第4問、泡盛を作る時に使われる麹菌は何でしょうか。紅麹菌、黒麹菌、沖縄麹菌、琉球麹菌。正解は2番の黒麹菌になるのだ。沖縄麹菌や琉球麹菌は実在しないのだ。引っ掛け問題なのだ。麹菌にはいろいろな種類があるんだったよね。ナコもこの動画を見て覚えたよ。第5問、3年以上寝かせて熟成させた泡盛のことです。何と読むでしょうか。正解はクースと読むのだ。ナコはこの動画で読み方を知ったな。クースの飲み方はこの動画で説明しているのだ。第6問、戦前の黒麹菌を使用した泡盛を製造している酒造所はどこでしょうか。佐喜元酒造、比嘉酒造、瑞泉酒造、瑞穂酒造。正解は3番の瑞泉酒造になるのだ。沖縄県那覇市の首里にある酒造所なのだ。こちらの動画で詳しく説明しているのだ。第7問、泡盛には記念日があるのですが、次のうち正しいのはどれでしょうか。5月15日、7月8日、9月4日、10月17日。正解は3番目の9月4日でクースの日になるよ。この動画で詳しい説明をしているので、まだ見ていない人は見てほしいのだ。ちなみに5月15日は沖縄復帰記念日、7月8日は那覇の日、10月17日は沖縄そばの日と島豆腐の日になるよ。第8問、泡盛を飲む時に使われる式になります。それぞれ何という式でしょうか。正解は1番目はカラカラ、2番目はチブブワ。ズンダモンはこの動画で説明してたね。第9問、沖縄で泡盛を購入すると安いのはなぜでしょうか。
沖縄県の観光条例で決まっているから、沖縄県から補助金が出ているから、お酒の税金が安いから、酒造所が値引き額分を自己負担しているから。正解は3番目のお酒の税金が安いからになるのだ。こちらの動画で詳しく説明しているのだ。第10問、泡盛を作っている酒造所はいつからあるでしょうか。弥生時代、鎌倉時代、江戸時代、明治時代。正解は3番目の江戸時代になるよ。歴史の長い泡盛蔵元についてはこの動画で説明しているのだ。第11問、泡盛の日はいつでしょうか。6月1日、7月1日、8月1日、11月1日。正解は4番目の11月1日になるのだ。この動画を見ると詳しいことがわかるのだ。ちなみに6月1日は仮輸しウェアの日、7月1日は県産金の日、8月1日はパインの日になるよ。第12問、那覇市首里にある酒造所はどれでしょうか。上村酒造、瑞穂酒造、新里酒造、東酒造。正解は2番目の瑞穂酒造になるのだ。那覇市首里には瑞穂酒造以外に式名酒造と瑞泉酒造があるよ。瑞穂酒造と瑞泉酒造についてはこの動画でも説明しているのだ。第13問、泡盛を蒸留した後のもろみかすから製造されるのはどれでしょうか。もろみ焼酎、もろみ漬、もろみ酢、沖縄黒酢。正解は3番のもろみ酢になるのだ。この動画の中で説明しているのだ。間違った人はこの動画を見てほしいのだ。第14問、最古の酒造所はどこでしょうか。上村酒造、新里酒造、北谷長老酒造工場、やんばる酒造。正解は2番目の新里酒造になるよ。トップ10までの酒造所についてはこの動画で説明しているのだ。第15問、2021年焼酎メーカー売上高ランキングで泡盛酒造所のトップ売上はどこでしょうか。久米島の久米線、久米線酒造、新里酒造、東酒造。1番目の久米島の久米線になるのだ。2位以下の順位はこの動画でわかるよ。第16問、琉球王朝時代、泡盛の製造は首里産科という特定の地域のみで許されていたよ。この中で首里産科はどれでしょうか。赤平、赤峰、赤田、石峰。正解は3番目の赤田になるのだ。那覇市首里の赤田、崎山、鳥堀を首里産科と呼ぶのだ。首里産科はこの動画でも説明してたね。第17問、泡盛の蒸留方法には2つあり、1つは蒸圧蒸留になるよ。もう1つの蒸留方法は何でしょうか。低圧蒸留、特別蒸留、減圧蒸留、減少蒸留。正解は3番目の減圧蒸留になるよ。
蒸留方法によって泡盛の味わいが変わるのだ。この動画で詳しく説明しているのだ。第18問、牧人酒造さんの泡盛銘柄は何と読むのでしょうか。美しきふるさと、美しきクーリ、麗しきふるさと、ジュラしきクーリ。正解は3番目の麗しきふるさとと読むのだ。ナコは最初は美しきクーリなのかなと思っていたよ。牧人酒造さんはこの動画でも説明していたね。第19問、泡盛のラベルに記載してある日付の意味は何でしょうか。賞味期限、消費期限、詰め口年月日、製造年月日。正解は3番目の詰め口年月日なのだ。これは容器に詰められた日を表しているよ。そうそう、泡盛には賞味期限はないんだよね。ナコもこの動画で覚えたよ。第20問、泡盛の原料として主に使用されるタイ米の種類は何でしょうか。ジャポニカ種、タイランド種、インディカ種、ジャバニカ種。正解は3番目のインディカ種になるのだ。お米の種類についてはこの動画で説明しているのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル、視聴者の皆さんは何問できたかな。間違ったところは済んだもんの動画を見て復習してほしいのだ。ではまた、今年もゆるゆると解説していくのでよろしくなのだ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうなのだ。